将来性について解説をしていきます。将来性に関しては、もうこれ本当に断言します。めちゃくちゃ将来性あると思います。なんでかっていうと、それが、こちらですね。で、上から順番に、まず業界が伸びている。で、次に転職しやすい。で、次に、副業しやすい。で、次が思考力の獲得。で、一番最後は自由な社風ですね。で、これもちょっと順番に解説をしていくと、まず業界が伸びているに関しては、まあ、これも、ご存知の方多いですけど、今って、テレビの広告機とインターネットの広告機、まあ、ほぼ同じぐらいですね。まあ、同じって言っても、テレビに関してはもうずっとこう、ちょっと下がってるみたいな。で、インターネットに関してはもうめちゃめちゃ上がりまくるみたいな。で、多分2019年、まあ、今年ぐらいでも超えるんじゃないかっていうふうに言われていて、アメリカだともう完全に逆転してるんですね、テレビとインターネットは。で、日本ももうすぐ逆転するので、まあ、これからやっとインターネットの黄金時代とか、これからやっと始まるっていう感じです。で、あと、その伸びてる業界で働くと何がいいかっていうと、結論、平均レベルでも成果出せることですね。で、例えばなんですけど、まあ、僕の場合だと、ある程度多分インターネットで成果っていうのを出せていて、で、じゃあ、例えばじゃあ僕がテレビ業界にいたとするじゃないですか。じゃあ、今と同じぐらい成果出たかっていうと、もう 100% は出てないと思うんですよ。何かっていうと、もうテレビ業界衰退だからです。衰退だし、衰退してる割に、もう上の方なんか、まあ、既得権益みたいな感じで、もうゴリゴリに固まってるじゃないですか。ただ、インターネットとかウェブマーケティング業界に関しては、風通しもいいですし、まあ、市場の変化も早いので、まあ、若くてもチャンスがあるっていう感じですね。だから、まあ、これもすごいメリットだと思います。で、続いて、将来性のある理由、二つ目が転職しやすいですね。で、ここも先ほどお話した通りです。まあ、例えば、ウェブマーケティング会社で働く、その後にカフェを起業するみたいな。そしたら、マーケティングのノウハウを使いますよね。で、その後、まあ、例えば、レストランで起業する。これもマーケティングのノウハウを聞きますよね。で、もしくは、ホームセンターに転職するみたいな。ホームセンターも多分マーケティングしたいので、それも使いますよね。だから、全業種に使えたりするので、まあ、ここも転職しやすいっていう理由の一つですし、あと、さらに言うと、ウェブマーケティング会社 A とウェブマーケティング会社 B があったとして、じゃ A から B に移るのめちゃくちゃ簡単なんですね。で、なんでかっていうと、ウェブマーケティング会社ってこれ、まあ、いいとこでもあって、悪いとこでもあるんですけど、ぶっちゃけどの会社も、まあ、やってる仕事と同じようなもんなんですよね。まあ、言葉すごい悪くすると、まあ、マーケティング作業の下請け的な感じなので、まあ、だから最初 A 社で働いていて、で、そこで実績出したりすると、世の中にはそのリクルーターって人たちがいて、そこからヘッドハンティングを期待するんですね。で、僕も昔そういうの期待していたんですけど、で、それで最初じゃあ年収600万で働いていて、で、こっちの B 社にした年収800万とかよくある感じなんですよ。こういった感じでこう転職しながら年収を上げていく。これもありだと思います。で、続いて、3つ目、副業しやすい。まあ、これも説明するまでもないですよね。僕が今新卒だったら、まあ、多分ウェブマーケティング系の会社に入って、で、その後に、ブログと YouTube をこう鬼のように更新すると思います。これが、人生の内容を下げる最適解ですね。で、続いて4つ目、思考力の獲得。で、ここに関しても、動画の一番最初の方で話したんですけど、まあ、いわゆる仮説思考ですね。こういうのが身につくと思います。例えば、じゃあ、広告キャンペーンをやりましょう。インターネットを使っていきましょう。ってなった時に、じゃあ仮説 ABC っていうのを用意して、じゃあ、これをそれぞれ検証していきますって。で、検証して、で、検証した結果、じゃあ、この仮説 B が一番正しかったので、じゃあ、これをやっていきましょうみたいな。じゃあ、B をベースにして、今度は仮説 D、E、F みたいな感じで、こう、どんどん枝分かれさせていくんですね。で、こういったものって、今のところだと AI じゃこれはできないですし、人間の脳みそをしないところなので、まあ、すごい大切なスキルだと思います。で、続いて最後は、自由な社風ですね。で、ここに関しても、まあ、それこそ僕の友人でも会社やってる人とか結構いるんですけど、まあ、社長が30歳とか30半ばとか、まあ、そういう会社めちゃくちゃいっぱいありますし、まあ、基本どこの会社も年齢は若いと思いますね。まあ、なので、シフト OK とか、まあ、フレックスタイム制とか、あとは副業 OK みたいな、まあ、こういう会社がかなり多いと思います。あと、まあ、逆に言うと、例えば副業ダメなウェブマーケティング会社とかがもしあったら、まあ、僕個人的にはそういう場所はお勧めしないですね。なんでかっていうと、まあ、今風な考えって言ったらちょっと語弊あるかもしれないんですけど、まあ、今ぶっちゃけいけてる会社ってどこも副業 OK してると思うんですよ。僕の偏見めちゃくちゃあるかもしれないんですけど。で、現時点で、まあ、IT 業界で副業ダメとかって言ってる会社って、基本的に考え方が古い可能性がかなり高いので、まあ、僕はお勧めしません。ただ、ここの、就職とか転職に関しては、まあ、今回シリーズになっているので、まあ、後半の章で、転職方法、就職方法はお話をしていきます。はい、というわけで、今回やっぱ結構長くなっちゃったんですけど、ウェブマーケティングの基礎の部分ですね、っていうのを解説していきました。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあそういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあその辺りの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。